前回、ちょっと言い忘れたんですけども、スプロケは前回から、デュラエースになってます。リアディレイラーが、9000番台のデュラエースですね。クランクが9100のデュラエースですね。端数が5339でクランク長が170です。STI レバーは105のままです。ここを変えるとなると、油圧ブレーキの設定というかブリーディングとか全部やり直さないといけないんで、ちょっとここは変えていません。フロントディレイラーも、7000の105が今のところそのままついてます。なぜこれ変えてないかというと、9000番台のデュラエースも持ってるんですけども、ワイヤーがフルアウターできてますんで、新しいディレイラーじゃないとちょっと、ワイヤーが動いてしまって変速できないんで、まあデュラエース変えるとは9100のデュラエースにしないといけないんで、ちょっと今手持ちで9000のデュラエースしかなかったんで、そのまま105のフロントディレイラーを使ってます。まあ変えても重量差、ここはわずかな差なんでそんなに差が出ないですね。はい、ではコンポ105からデュラエースに変えた、重量を測っていきたいと思います。7.33 キロですね。まあコンポだけ変えてもそんなに重量が下がらないですね。